おーらーい、おーらーい、もうちょい。カシン、カシン、カプラ、オン、ジョイン。それではキャンピングトレーラー北海道車中泊の旅、まずは葵を迎えに行くぞ。おー、出発だ。スタートから約2時間順調です。このまま引き続き安全運転でいきましょう。Here we go。 宮城県入りました。いや、時速80キロの走行だとえらい時間かかるね。本当だね。やっと宮城県。さあやってまいりました。お待ちかね、ハウマッチタイムでございます。怖いです。一番目最後入ってくるね。バッキューだわー。心折れる高さだぞ。着いたぞ、仙台ポートリフト。フェリー到着。結構ギリだった。急げ、チェックイン遅れた。仙台港フェリーお世話になります。北海道の苫小牧へフェリーで渡るには3つのルートがあります。まずはシルバーフェリー、これは青森県の八戸から。次に商船三井フェリー、これは茨城県の大洗から。そして今回使った太平洋フェリー、これは宮城県の仙台から。千葉から北海道に渡るなら商船三井の大洗からが一番楽に決まってます。しかし乗船料金に大きな問題が発生しました。商船三井のフェリーをトレーラーを連れて乗るとめちゃくちゃ高いんです。こちらをご覧ください。まず今回私たちが利用したのは C 期間料金っていうね、ちょっと高めの料金期間になります。まずハイエース、こちらがね36,000円。そして旅客、これは私たち人ですね。今回はコンフォートっていう2段ベッドの部屋を選びました。大人2人小学生1名で26,550円、合計で62,550円、妥当な金額かなと思いました。ところがこれにトレーラーが加わるんです。キャンピングトレーラーは貨物扱いになるんですね。すると6メーター未満のトレーラーはなんと73,260円。もうこの時点でハイエースの2倍の値段がかかります。プラス燃料油価格変動調整金っていうのが乗っかるんですね。これその時々の時価になるんですけども、今回は 49% 加算っていうのが適用されて 35,890円も追加されるんです。するとトレーラーだけでなんと109,157円。これに先ほどのハイエースと人の分を加えると合計なんと171,700円。これ片道です。海外旅行行けるやんけっていうような金額になってしまいました。そこで仙台からの太平洋フェリーを利用することにしたんですね。するとハイエースは33,000円、そして旅客は B 寝台2段ベッドの部屋を選びました。大人2名小学生1名で20,900円、プラストレーラー、これが38,400円ということで合計は89,600円。ぐっと安くなりますね。これに高速代12,510円、プラスガソリン代を、多めに1万円見積もって、計算します。すると交通費の総合計が112,110円になりました。つまり商船三井のフェリーを使うよりも片道約6万円も安くなるんですね。往復にすると12万円も安くなるんです。なので今回は仙台から太平洋フェリーを利用して苫小牧に渡ることを決めました。トレーラーを引っ張っている方々、フェリーに乗るときはそのフェリー会社によってね料金が全然違うのでよく調べてみてください。
はい、どうもありがとう。ギリギリになってすいませんでした。チケットゲット。あぶねえ、ギリギリだったぜ。急ぐぜ、フェリーに乗りまーす。ヒビヒビゴー、バーイ。よし、到着。どうもありがとう。到着。はい。はい。はい、どうもありがとう。573ですね。573。さあ。私のベッドはこちらです。いいじゃないですか。寝たはこんな感じ。寝るときはシャッターを閉めます。閉店ガラガラ。プライベートルーム。はい。あら、なんと窓際のトットちゃん。仙台の夜景が窓きたね。いいね、窓の近く。小鳥さんそこですか。いいですね。ディナーバイキング行きましょうか。やった、お腹空いた。レストランは6階です。自販機コーナー。あ、お酒。しかも全然高くない。全然高くない。濃いめのリモーサー。おー、いいですね。お酒困りません。アイスも食べれます。有名人のサイン色紙いっぱい。ここは売店。お風呂はここ。さあ、1階ロビーですね。インフォメーションがあって、階段から上に上がります。レストランコーナーは左です。命の停車場。いいですね、見ましょう。さあ、レストランです。レストラン、タヒチ。バイキングスタイル、ワクワク。いっぱい食べよう。わ、美味しそう。すごい。いいですね。窓側席ゲット。てん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 。盛り付け下手くそ。仙台の港の夜景を眺めながらいただきます。ありがとうございます。運転お疲れ様。トレーナーお疲れ様。大変だ。下手くそだな、相変わらず。継いだことねえからだ、お前。キャバ嬢一回やれよ。まず通る。毎日毎日やってる。ストラストよりお客様にご挨拶したいと思います。私、船長の山田でございます。船長は山田さん。よろしく、山田船長。出航しました。グッバイ仙台。船出ましたね、小鳥さん。待ってろよ、北海道。ごちそうさまでした。美味しかった。小鳥さん、ラウンジで乾杯。お風呂も入ってきたので今夜はもう寝ます。続きはまた明日。おはようございます。朝です。じゃあ海の上です。水平線しかありません。上行ってみましょうか。さあ、デッキ出てみましょう。太平洋フェリー。徐々に見えます。盛り付け下手くそ。さあ、苫小牧が見えてまいりました。あと30分で到着。
ついに到着しましたね、小鳥さん。はい、苫小牧コンビナートです。すごい、3年ぶりの北海道上陸。いたブレーキを戻す。さあ、ついにトレーラーを連れて初めての上陸やってきたぞ、北海道。よりによって雨。よし、あいにくの雨ですが気分は快晴。今日は久々にビラトリっていうところから回って日高峠を通って、シムカップに行くルートでドライビングしていきたいと思います。ヘイウェイヘイウェイゴー。土砂降りの雨が日高富川インターを通ります。いや、妻、はい、この道のりでシムカップ向かうのはもう10年以上ぶりじゃないですかね。高速道路ができてからほぼ使ってないから、かなり久々にこの日高国道を通りますね。15年ぶりぐらい、もしかしたらそれぐらい。二部谷アイヌ文化センターやってきました。おー、なんとアイヌの住居が再現されています。アイヌの伝統工芸実演中。ちょっと入ってみましょう。レッツゴー。お邪魔しまーす。あ、いい匂い。あ、実際に火ついてるから匂いがした。あ、そうだね。こちらでは木彫りが体験できるんですか。これがアイヌの、そうですね、彫刻になりますね。彫刻、はい。千葉から来ました。千葉ですか。はい、遠いですね。遠かったです。なかなか遠かったです。またタイミングがあったら覗きに来ます。はい、小鳥さん、ハロー。アイヌ語でお家のことをチセっていうらしいですよ。あなたもこのチセに住んでみたい。チセ、どういうこと。適当。さあ、二部谷アイヌ文化博物館行ってみましょう。すごい、アイヌの人たちの刃物ですね。こっちは楽器、トンコリ、ムックリ。こちらがアイヌの縫い物ですね。独特な模様が入ってます。織物だそうです。鹿の皮で作った衣、雪の日とかに着るのかな、きっと。20世紀の前半はまだ残ってたんですね、この民族の直系の人たちは。衣装素敵。ああ、これもすごい。このビラトリはアイヌの人たちが作ったたくさんの集落があったみたいですね。染めも織もすごく独特。かっこいいよね。俺が4歳の時にはまだこの文化が残ってたと。スイエクイアン、兄、また来てくださいね。さあ、アイヌのお家、チッセに
お邪魔します。畳ではないです。ござですね。広いし、天井高いし、すごいなんか柔らかくて踏み心地がいいね。わあ、素敵。お邪魔しました。さあ、SIM カップ到着。さて、高速道路に乗ります。さあ、トマム南富良野やってきました。だいたいここから10分ぐらいかな。さあ、行きたい。さあ、やってまいりました。で、ここを右折すると、 Welcome to 川の湖。到着。よし、行ってみよう。青い合流、ヤッホー。楽しかった？一人旅。一人旅。うわー、最高だね、お前。行きたい。福田家の裏の裏まで見えてる。潜入。やったやった。待つ？いい、いい。いきなり旅しようの。おー、おとなしい。え、本当だ、なんか暴れる。なった。あ、すごい。来るぞ。もちろん俺じゃない。駐車してもらいました。完璧。でれん、あかねアシスタント。でん。ジャッキーアップ、オッケー。はい、どうぞ入ってみてください。そこでサンダル脱いでください。そこお家ですよ。ようこそ。わー。わーお。ここはトイレでございます。わー。わーお。いかがですか、あかねさん。とてもいい部屋だと思う。ありがとう。え？失礼。うわ。一緒？え、こんなところに？わお。さて、五右衛門風呂入りたいと思います。レッツゴー。はい、以前にも来たことあります。ここが脱衣所になって、じゃん！五右衛門風呂。入りましょうか、葵さん。こいつを沈めないと、あっちっちーなんでね。では入りたいと思いまーす。おいしい湯だな、あはは、いい湯だな、ゴエモンブロー。4人で入ってます。狭いです。狭いぜ。最高です、ゴエモンブロー。隣でキッズたちが薪をくべて熱くしてくれてます。極楽じゃ。 Dude, that father is 10 men permed.